はい、皆さんこんにちは、マグロヘッドです。今回は星4の調和キャラクターアスターの解説をやっていきます。アスターは本当に優秀なキャラクターでして、ストーリー1章のボス戦からね、早速大活躍をしてくれたと思うんですが、その後も模擬宇宙の第4世界や第6世界でも攻略において適性の高いキャラクターです。また単純にバフの能力が強力ですし、装備次第では大ダメージを出すこともできちゃいます。まあそんなね、皆さんにおすすめできるアスターなんですが、今回の動画で強さや育成についてしっかり解説をしていきますので、よければ見ていってください。では早速性能について解説をやっていきます。ではアスターの性能を見ていきましょう。まずは通常攻撃、追加能力の火花を解放すると 80% の基礎確率で敵を燃焼状態にすることができます。この効果自体には大したダメージを期待できませんが、燃焼の敵に対して与えるダメージがアップする姫子やデバフ系の効果を持つペラと組み合わせることができますね。他にもワン散歩の時間など一部の公園水のサポートをすることもできます。続いて戦闘スキル、これが非常に強力なんですが、5回連続でヒットする炎属性ダメージを敵に与えます。1発目は指定した敵にダメージを与え、その後の4発はランダムな敵に飛んでいきます。まあランダムな分若干の扱いにくさはありますが、ヒット回数が多いおかげで凄まじい勢いで敵の人生を削ることが可能です。炎弱点のボスや精鋭相手には特に大活躍する能力です。でしかもこのスキル1突をするとヒット回数が1回増えて合計6ヒットになります。ヒット回数が増えることで人生削り能力アップ、 EP 回復量アップ、テンプの効果も発動しやすくなるというようにメリットがたくさんありますので、非常に優秀な効果ですね。まあただこれがなくても全然アスター強いので安心してください。僕自身無突で使っていて強力なので、まあそこは間違いないと思います。続いてアスターのテンプ能力、転生学。アスターの攻撃が異なる敵に命中するごとにチクエネというものを獲得します。アスターの HP バーの上で確認をできますが、今回の場合3体の敵にスキルが命中したため3個のチクエネを獲得していますね。このチクエネを持っていると味方全体の攻撃力を強化することができます。テンプレベル4時点で1個につき 9.1% の攻撃力バフ、最大5層まで累積可能ですから、合計のバフ量はかなりのものになります。ちなみにこのバフ量はベータ版から強化が入りましたね。またこの効果、敵が炎弱点を持っていた場合、追加でもう1個のチクエネを獲得することができます。この映像を見てもらうと、当たっている敵は3体なんですが、そのうちに炎弱点が2体いましたので、一気に5個のチクエネを貯めれているのがわかります。炎弱点の相手には特に強力な効果です。ただし1点注意したいんですが、このチクエネはアスターのターンが回ってくるために3個減ってしまいます。まあ、なのでその都度スキルを使って補充することもできますが、無凸のアスターだと維持するのは難しいので、常に5で保とうみたいなことは考えない方がいいです。将来的にアスターを2凸完凸できてくると、チクエネの維持も簡単になっていきますので、凸を進めることでさらにサポート性能が向上していきますね。またこのチクエネは必ずしもスキルで貯める必要はありません。通常攻撃でもヒットすれば1個チクエネが貯まりますし、その敵が炎弱点であれば2個貯めることができます。SP に余裕がない時などは通常攻撃を挟んでいっても全然 OK です。そしてアスターの追加能力、点火、味方全体の炎属性ダメージをバフするという炎専門サポート能力です。現時点でも炎主人公と組むだけでも恩恵がありますし、今後炎統一パーティーとかを組めるようになってくると非常に強力な効果になると思います。惑星との出会いも合わせれば炎サポートとして唯一無二の存在になれますので、将来的に炎パーティーでまた評価が上がりそうです。そういう意味でも育てて損のないキャラクターだと思います。では最後、アスターの必殺技、味方全体の速度をバフするという効果ですが、まあ、これ本当に意味があるのか、いまいち疑問に思っている方も多いと思います。まあ、なので今回は実際の動き、数字を確認しながら効果を見ていきましょう。まずそもそもなんですが、このゲームキャラクターの行動順ってどう決まっているかというと、行動値という数字の順になっています。キャラクターアイコンの横に表示されている数字がその行動値です。速度が速いキャラクターほどこの行動値は小さくなり、速度が遅いキャラクターほど行動値は大きくなります。まあとりあえず速度が速いキャラほど、戦闘開始時に先手を取りやすいですし、より多く行動しやすいと思ってもらえれば OK です。ではここからが本題です。アスターが必殺技を使うことで行動値にどう影響があるかを見ていきます。現在の行動値だと炭鉱が39、敵が55で味方キャラクターがそれに続くという形になっていますが、アスターが必殺技を使えば味方全体の速度をバフし行動値を小さくすることが可能です。まあ今回の場合ダンスダンスダンスの公園水の効果もありますが、まあその辺も相まって味方全員が敵を抜かして先に行動することができています。
このように速度バフを駆使すれば敵の順番を抜かしたり、敵が1回行動する間に2回3回と味方だけ動いていくということも可能です。映像のように先に行動したことで弱点を撃破し敵の大技をキャンセルするなんて動き方も可能です。しかも敵の弱点を撃破したことで行動順が遅延されまた炭鉱の番が回ってくるなんていう風にね、速度バフを使えればこんな風に一方的に殴り続けるっていうのもできちゃいます。まあ、よくわからないうちは速度が上がっても先に動けるだけかなっていうふうに思ってしまうかもしれませんが、行動値を小さくすればそれだけ行動回数が増えるので味方が攻撃する機会が増え火力が出しやすくなり陣勢も壊しやすくなり、まあなんならね、防御系の能力を使う隙も生まれますし、恩恵を上げればキリがありません。タイミングを測って使うのも強いですし、必殺技が溜まるごとに適当に打っちゃっても強力なので、アスター必殺技安心して使ってみてください。ではアスターの強さや性能が分かったところで、ここからは強く使うための方法を2つ紹介していきます。まずはサポーターなのに大ダメージも出せる撃破特攻型から。このように崩壊スターレールでは敵の弱点を撃破すると撃破ダメージというものを出せますよね。今8100と表示されているのがそれです。このダメージは撃破したキャラクターのレベル、そして撃破特攻のステータスによって決定します。攻撃力や会心、ダメージバフは影響しませんので、アスターでも簡単にダメージを伸ばすことが可能です。撃破特攻の上がる公園水、さらに撃破特攻の上がるオーナメント異物を装備し全力で撃破特攻型で使ってみますと、レベル70のアスターであれば精鋭に対して2万超えのダメージ。アスターは陣勢を削るのが得意なキャラクターですから、撃破特攻も狙いやすく、お手軽にチームの火力源となることができます。雑魚敵相手にもこんな風にフィールドスキルで先制を仕掛ければいきなり弱点撃破で大ダメージを出し戦闘を終わらせるなんてこともできちゃいます。ちなみにこの弱点撃破時のダメージというのは属性によって倍率が違うんですが、炎属性は1位タイの倍率となっていますので、属性の面から見ても撃破特攻型とアスターの相性はいいです。あれこれ考えなくても撃破特攻を盛るだけでダメージを出せるっていうのは調和のキャラであるアスター的にはとてもありがたいですね。ただし注意点が2つありまして、まあ当然の部分ではあるんですが、敵が炎弱点のキャラでなければ弱点撃破することはできませんし、弱点を撃破するのがアスターでなければいけないという点には注意してください。うっかり他のキャラクターで撃破してしまってはダメージが出ませんので、敵の陣勢を調整しながら戦う必要はあります。はい、というわけで撃破特攻型については以上です。ちょっとパーティーの火力が足りないなっていう場合とか、アスターの装備を持て余している、なんか別のステータスを盛りたいなっていう場合には試してみてください。使い方の例2つ目はバフ特化型です。味方へのバフ能力を持つ光炎水や異物を装備し、さらにアスターの速度や EP 回復効率を上げることで必殺技をバンバン回していこうという形です。もうとにかくアスターでより多く動いて EP を回復し必殺技を回す、これだけでも味方全体に貢献できますので、シンプルかつ強力な使い方です。必殺技の速度バフに加えて今回の場合はダンスダンスダンスの光炎水をつけていますから、もう味方だけ一方的に動きまくるなんてこともできますね。またアスターのテンプによる攻撃力バフ、さらにオーナメント追い抜者の選手による攻撃力バフ、これらを味方全体に配ることができますから、火力サポートの面で見てももちろん優秀です。まあどこで使っても強いんですが、特に行動回数を増やせば敵の弱点を撃破しやすくなるということもあって、模擬宇宙第6世界とかで大活躍してくれる使い方でした。アタッカーが十分に育っている場合はこちらのバフ特化型、パーティーに火力が足りない場合は撃破特攻型というふうに使い分けてやっていきましょう。では続いてアスターの装備解説をやっていきます。まずは光炎水から見ていきましょう。特にお勧めしたいものは2つありまして、1つ目はダンスダンスダンス、必殺技を発動することで味方全体の行動順が早まる効果を持っています。アスターの速度バフと相まって味方の行動値を短縮しまくることが可能です。2つ目は記憶の中の姿、撃破特攻に寄せるのであれば非常に強力な光炎水です。また EP 回復効果もついているためかなり相性がいいです。そしてもちろん星5光炎水であるだが戦争は終わらないも強力ですね。持っている場合は装備しましょう。あとアスターのモチーフ的な光炎水である惑星との出会いですが、ゲームを始めたばかりの初心者中級者の状態で使うのはかなり難しいです。将来的に炎属性キャラで固めたパーティーを組めるようになればほぼほぼ評価が上がる光炎水なので、その時を待ちましょう。あと課金できる場合には報奨で入手できるこちらの光炎水もいいですね。今紹介した光炎水を持っていない場合は配布で入手できる過去と未来、あるいは星3ではありますが扱いやすく味方全体の攻撃力をバフできる最小がいいです。いいものが手に入るまでのつなぎとして使いましょう。続いては異物とオーナメントについて。撃破特攻型の場合はシンプルでして、
異物は怪盗4セット、オーナメントはタリア2セットが最適となっています。自分自身で速度バフが可能ですから、タリアの効果を最大限活かせるっていうのも相性がいい点ですね。激アタ特攻に寄せない普通のサポート型の場合は、兵士4セットで耐久力を上げる、ガンマン4セットで速度を上げる、タカ4セットで必殺技の後の行動を短縮するといった選択肢があります。オーナメントは追いぬ者の選手をつけて味方全体の攻撃力をバフするか、生命のウェンワークをつけて味方へのバフを初動でしやすくするというのがおすすめです。異物のメインステータスですが、アスター自身で火力を出す必要というのがあまりないため、胴体部分は HP か防御力、脚部は速度、次元界王部は HP か防御力、連結ナーは EP 回復効率か激アタ特攻という感じですかね。まあ正直胴体と次元界王部に関しては結構何でもいいので、まあ、余裕があれば火力を上げてもいいです。はい、というわけで今回の動画は以上です。今回紹介したようにアスターを使えれば模擬宇宙第6世界の攻略もかなり楽になります。アスターの速度バフだったり順守の祝福を取れていれば、カカリアの大技を弱点撃破でキャンセルしやすくなりますね。まあ、そんなわけで現時点でも優秀、評価の高いキャラクターなんですが、凸効果も全部強いですから伸びしろがありますし、またね、炎属性のアタッカーが増えれば増えるほど炎パーティーとしての活躍も見込めるということで、まあ、将来性も非常に高いキャラクターです。文句なしでおすすめできるので、興味を持った方いましたら良ければ育成してみてください。はい、今回の動画が参考になったと思ってくれた方いましたら、良ければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。していただけると本当に嬉しいです。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。